あの立憲コンビも参戦か。どうなるコラボ。こんばん、ルクルク。立憲民主党の女性議員の顔である大物の2人が何かグループとズブズブだと暇そらしから断言された。何かグループとは暇そらしが命名した公金中中スキームを計画しているグループの名称。コラボ、若草プロジェクト、パップス、ボンドなどが挙げられている。その疑惑が現在向けられているグループに立憲民主の2人の関係が注目されている。この2人どういう人なのか、過去の疑惑をピックアップしてみよう。蓮舫参議院議員、二重国籍問題。記者会見で蓮舫さんが秘匿性の高いプライベートな情報が強要されて日本人であることを示せと言われるような社会を作ってはいけないんだということをしっかり我々の政党としてやっていきたいと思っていますとの開き直り。会見は有名だ。辻元清美参議院議員、辻元さん疑惑が多すぎて困るのですが、関西生コン政治献金疑惑、あまり関東では報道されていないのですが、恐喝で捕まった社長との関係をめぐり情報もやむやにされた疑惑ですね。簡単に言えば丸力団に金流してたんじゃないか。これも監査が入ったのですが、決算報告書が尻滅裂だったり、会計士も監査不能と言わしめた疑惑。この2人も炎上の中に常にいるだけあってなかなかの強敵ですね。コラボの問題に対しては蓮舫さんは太田弁護士のツイートをリツイートしています。国会の場でコラボを持ち出したり活動への参加も噂されています。2人ともになのですが、何かグループのイベントに呼ばれているみたいです。暇そらしの次のターゲットになるのか注目されています。次回予告のようにツイートで匂わせがあるだけに次の展開に期待です。ご意見ご感想、うやむやにしそうなことはコメント欄までよろしくお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。新キャラクターになりそうなのでイラスト用意したかったわけではないですよ。図星、次の動画で